はい、僕がですね、思うところが、まあ、今いろんなことがあるんですけど、本当に一個人としてね、人にこうやってあげる、癒してあげるこのスキルとして指圧マッサージスキルがあると、いろんな方がね、やっぱ使えると思うんですよね。例えばもう、まあ、成功者と言われる方でね、まあ、地位もお金も、まあ、名誉もあると、その中でやっぱり人がそれ以上に求めることって、やっぱ人と人とのつながりだと思うんですよね。だからそういう時に、人にこうできる自分のこのスキルとして指圧マッサージスキルで、その相手の方をね、こう癒して差し上げる。まあ、例えばね、そういう成功されてる方が、さらにこう成功されてる方の、しかもそこでその方が海外にまあ住んでらっしゃる方だとするじゃないですか。まあ、招待されて行きましたと、何人かで。その中でいろいろ食事をご馳走されて、いろんなところに連れてっていただいたりとかして、いろんな話を聞いて、ああ、よかったなと。本当にお呼ばれされて、すごく素敵な時間を過ごせましたと。ほんで夜とかね、みんなでお酒飲みながらでも、こう会話を楽しみながら、いろんな話をするわけですよ。そういう時に、そういう場でこういただいたサービスに対して、その場ですぐ自分が何かを返せるって、あとで自分のところにこう招待して、またこう接待とかねしたりするのもまあいいと思うんですけども、まあそれはそれでまあ素敵なことです。それもいいですけども、自分の体一つだけでこう表現できる、その人と人という関係でこう何かができるっていうのは、癒しのスキルがあるとすごく喜ばれるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。だから本当にいろんな方にできるようになってもらいたいっていうのが僕の願いですよね。それで幸せになってほしいんですよね。その受ける側も やる側も、本当人と人とのこの素敵な関係を築けるスキルだと思うんで、覚えてください。